ゆうすけお疲れ様です。お疲れ様です。これゆうすけにぴったりのテーマかなと。テーマこちらです。じゃん。こだわり。こだわり？いやもうこれね、何でもいいよ。もう。何でもいいの？何でもいい。もう全然サッカーじゃなくていいんで。ゆうすけもこだわりめっちゃありそうやから。あーあるね。あるよね。別に一個じゃなくてもいいね。もう何個でもいい、ね。こだわりか。うん、食にしようかねじゃん。食のこだわり。お、例えばどんな感じで。いや僕はあのコーヒーが好きなんですけど、いやそうだよね、はい、必ず朝昼晩3杯飲むって決めてる。もうそれが一番こだわってるかも本当に。あ、そう、大体まあ朝昼とか夕方とかはあるけど、まあ、朝昼晩、うん、そうです。でも3杯以上はあんま飲まないでしょ。あ、逆に、はい、おー、けど3杯で飲みたいなっていう。へえ、はい、それタイミングは、うん、いや毎食後。いや食後なんや、ね、はい、まあ、規則正しく3食取るっていうのもそうだし、うん、本当でもそれぐらいかも。一番のこだわりといえば食事が 何食であろうと、和でも洋でも中でも。そうですね、はい、食後には、はい、欲しくなりますね。あとまあ食で言うと、まあ、コーヒー以外にも最近は、うん、まあ、コロナで自炊する機会が増えまして、いろいろ自分の今までの食をもう一度見直して、はい、まあ、あんまり今までも不節制というか、うん、そういう食の感じではなかったんですけど、うんうん、まあさらにあのコンディションを上げるために、まあ、調味料にこだわってみたりとか、あとは体重を少し落とすために、うん、グルテンフリーっていうのがあるんですけど、うん、とかもちょっとやって今トライしてみたりとか、うん、まあ、そういうこだわり、まあ、食に対して少し今こだわってるかなって感じ。料理でどんなもん作ってる？あ、でもやっぱタンパク質、うん、まあ、筋肉作る上ですごい大事なんで、うんうん、まあ、そこは絶対ですね。植物性って、まあ、あの豆腐とか、うん、納豆とか、まあ、そっち系はすごい毎日取ってるかなって思いますけど。はい、すごいね。いや、そうっすか。いや、こだわりがやっぱいっぱいあるね。また出てきそうやね。いや、そうっすね。こんぐらいで。あと1個、あと1個だ。あと1個？周りの環境かな。まあ、家とか、あの部屋とか、まあ、ロッカー、自分のこのクラブハウスのロッカーとか、まあ、そういうところをすごい、日頃自分がこういるエリアっていうところは結構まあ綺麗に使うというか、綺麗好きやもんね、はい、まあ、すごいそういうところで運気を持ってくるっていうか、お、はい、いい気が入ってくるような気がするんで綺麗にしてると。あ、はい、確かにね、はい、まあ、家とかもなるべく週に1回ぐらいはあの、うん、週に1回って少ないんか掃除して、まあまあ、はい、がっつりやるのがってことですね。そうですね、あんまこまめにやるっていうよりは、まあ、週に1回ぐらいは、時間、その掃除の時間で取って、うん、まあ、そこでやる。ゴミとかもしっかりそこで全部、パッて。ロッカーも1週間に1回は、パッて見てやるっていう感じですね。はい、ね、やっぱこっちなんかスッキリするし。そうですね。まあ、試合前とかよくやるんですけど、はい、なるべくそういう時にやって、うん、っていう感じ。うん、そんぐらいかな。なるほどね。もうなんかこう、見えたね。はい。ユウスケの私生活が。いやもうだいぶ、でもそんなシンプルだと思うんですけどね。うん。うん、まあでも、まあ一つずつ細かいかもしれんけど、こだわりが。そうですね。っていう感じだね。長いことやってるかもしれないですね。なんかそういうこだわり始めたのっていつぐらいからなとかある？昔はもう。あ、でも30歳ぐらいかもしれないです。ああ、そうなんや。はい。それまでは結構まあ適当なこともあったけど、はい、そうです。30になってきたから、なんか、はい、あれ、俺こだわり始めたんだ、みたいな。そうですね。だん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 こう自分が分かるようになってきたというか。ああ。それが大体30ぐらいかな、あって感じです、ね、そっからそういうこだわりが増えていったと、はい、いう感じで。そんな感じですか。わかりました、はい、今日のキーワードは世です。チャンネル登録よろしくお願いします。